私が本物なの？俺がクロウだってば。声も顔も性格も同じとか、一体どっちが本物なんだ。そっくりすぎる本物と偽物、見分ける方法はあるのか。彼の名はクロノ。転送完了です。森か、しかもだいぶ苔むしてるな。葉の生い茂った木がたくさんある森だと日光が遮られて苔が繁殖しやすいそうです。踏んで滑らないように注意しよう。時空警察特殊機動隊、通称巻き戻し。さて今回の任務はこの森で怪物に襲われ命を落としてしまう女の子マコさんの救出です。森で出てくる怪物、妖怪、ユーマ、宇宙人、いろいろいそうだな。敵に関する情報は見当たらないので、その点も踏まえて慎重に進みま。うわ、クロノさん、手に何かついてます。うわ、なんだこれ。これは山ビル。人を含む哺乳動物の血を吸う吸血生物です。山の中に生息しています。本当は塩を振ったり虫除けスプレーを吹いたりして自然に剥がした方がいいんですが、持ってきてないからな。っていうか血が止まらないんだけど。ヒルは吸血時にヒル人という血が止まらなくなる成分を注入するそうです。止まるまでどれくらいかかるんだ。大体 1,2 時間みたいですね。そんなに。巻き戻しはたとえこんな状況でも右目のタイムマシン、リトライアイを使えば。さすがにそこまで時間を無駄にはできないし。リトライ。時間を巻き戻し、やり直すことができる。ヒルは地面にしか生息しないので、気づかれないうちに体を登られないよう注意しましょう。そうだな、これ以上血を吸われるのはごめんだ。それじゃあまずはマコちゃんを探さないとだけど。この広い森でどうやって見つけるかですね。そうだな、まずは何か手がかりがないかを。誰か。今の声はマコさん。向こうからだ、行ってみよう。スマホン、この子ってまさか。はい、写真通り救出対象のマコさんと一致します。よかった、こんな早く見つかるなんて。お兄ちゃん誰？俺は時空警察のクロノ、君を助けに来たんだ。わー、ありがとう。じゃあ早く行こう。おう。さっきまで泣いていたのに、ずいぶん切り替えが早い子だな。マコちゃんはどうしてこんな森に？ここってヒルとかもいるし、危険だろう。ね、わかんない。このまま森を抜ければ、任務はクリアですね。まだ何があるかわからない。油断しないようにしないと。ねえねえ、お兄ちゃん、あそこに誰かいるよ。ほんとだ。って、あれ？ゼロじゃないか！あれ？クロノ？彼は天道ゼロ。どうしてこんなとこに？って、あれか、いつもの任務だよな。クロノさんとは何度か任務で一緒になり協力し合う関係だ。ゼロはなんで？いや、もしかしてまたヴァンガードファイターを探しに来たとか。こんな森の中にですか？まさかそんな。ゼロさんは巷で流行しているカードゲーム、カードファイトヴァンガードのベテランファイター。スタンドアップヴァンガード。強い対戦相手を探していつも全国各地を渡り歩いている。おう、もちろん。本当に当たってた。うんうん、やっぱりな。で、その探してたファイターってのがこの子なんだけどさ、森で変な花の怪物に襲われててさ。怪物倒したのか？いや、バージルアで適当に追い払っただけだ。そうか、ってことはまだどこかに潜んでるかも。平気だって、大したやつじゃなかったから、また来ても俺がぶっ飛ばしてやるよ。それよりさ、マコって双子だったのか？違うよ、マコは一人っ子だよ。確かに二人そっくりだな。なあゼロ、今この子のことマコって。え、マコはマコだろ？いや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 、俺が助けた子がマコなんだって。は？何言ってんだクロノ、間違って覚えてるんじゃないか。そうだ、マコちゃん。何？二人とも同じ反応を。どういうことだよ。わからない、でも双子じゃないとしたらどっちかは本物、どっちかは偽物ってことなんじゃ。そういえばゼロが追い払ったのって花の怪物だったんだよな。あ、そうだよ。世界には擬態して自分は味方だと装って捕食を図る食虫植物もいますし、怪しいですね。とにかく本物のマコちゃんを見極めて保護しないと。具体的にどうするんだよ。大丈夫、俺に作戦がある。好きな食べ物は？蜂蜜。趣味は？虫取り。質問で本物を見極める作戦。ダメだ、全然わからない。いや、そもそも俺たち本物のマコの好きな食べ物も趣味も知らないだろ。確かに。よし、ここは俺が。バー！まったく同じ。っていうか二人とも怖がらねえ。少しでも動きが違えば取っかかりになるんだけどな。もし擬態しているとしたら擬態能力はかなり高いようですね。はあ、ったく、一体どっちが本物なんだ。マコが本物だよ。
かしないでくれ。まこちゃん動かないで。え？足にヒルがついてる。いやー！まこちゃん、ゼロ、そっちのまこちゃんを頼む。ああ、気をつけろよ。3分後、やっと追いついた黒野さん。まこちゃん大丈夫？逃げちゃってごめんなさい。びっくりしちゃって。あと、ありがとう。気にしないでいいよ。よし、ヒルも取ったし、もう大丈夫。ぐわー！なんですかこれは！これがゼロの言ってた花の怪物。一体どこから出てきたんだ？とにかくこのままじゃまずい。リトライ！なんとか襲撃を回避しようとする黒野さんだったが、141回目。さっきはこっちから来たのに逆から。273回目。木に寄りかかれば背後から攻撃されることはな。どんな選択をしても怪物は的確に死角から狙ってきた。507回目。何かおかしい。これだけ警戒してるのに絶対防げない位置を的確に狙ってくる。まるでずっと監視されてるみたいだ。でも俺のことをずっと見てると言えば。どうしたの？なんでもないよ。それより早くここから離れよう。ヒルに吸われた場所から血が出てない。ヒルは吸血時にヒルジンという血が止まらなくなる成分を注入するそうです。あら、バレちゃった？勘が良さそうね。なんだお前は。ちょっとあなたたちが一緒だと厄介でね。ってなるとゼロが危ない。あっちのマコさんはいいんですか？多分分断してる方がこっちは不利だ。ゼロ、あっちのマコちゃんは偽物で。スカイライドバージル。何するんだ。それはこっちのセリフだ。臭い芝居はやめろ、この偽物め。な、俺の言った通りだろ。ああ、今から偽物に化けた黒野が俺を襲いに来る。黒野の言った通りだ。俺今度は黒野さんが二人。ゼロ、騙されるな。騙してるのはそいつだ。ふん、苦しい言い訳だな。偽物に先手を取られてる以上、説得は難しいかもしれません。だったら力ずくだ。うわ、黒野が枯葉の山に。すごい力技ですね。いやー、ゼロが力は大したことないって言ってたから、もしかしたらいけるかなって。それはさておき、聞いてくれ。逃げたまこちゃんは偽物だったんだ。ってことはこっちが本物だ、間違いない。そうと分かれば早く3人で森を抜け出そうぜ。ああ、また偽物に騙されちゃたまらないしな。怪物のテリトリーはこの森だ。ここさえ出られればきっと安全なはず。よし、まこ、俺の手を離すな。ゼロ、なんでだ。偽物は逃げていった方のはず。そういうことか。何か分かったんですか？最初から本物なんていなかった。両方とも怪物が作った偽物だったんだよ。ごめんゼロ、次は必ず助けるから。リトライ。508回目。偽のマコさんたちが喧嘩する前まで戻ってきました。ゼロに二人が偽物だってことを知らせるんだ。バージルアで正面からぶつかれば勝てる。ただ問題はどう伝えるかだ。説明に時間をかけたら怪物に怪しまれて、ゼロが召喚する前にこっちがやられるだろうし。リトライ回数もだいぶかさんでます。使いすぎにご注意を。ったく、こんな森早く出てヴァンガードがしたいぜ。なあマコ。そうだね。そういえばで、その探してたファイターってのがこの子なんだけどさ。ゼロはヴァンガードファイターのマコちゃんを探しに森に来た。ってことは本物のマコちゃんはヴァンガードに詳しいはず。逆に考えれば、そうか、これならいけるぞ。うわ、なんだよいきなり。やっぱり黒の変だぞ。安心しろゼロ、すぐにファイトできるぞ。え、やっと見つけたんだ、このミッションクリアルート。リトライ。509回目。なあゼロ、気晴らしにヴァンガードでもやらないか。え、どうしたんだよ急に。だってずっとやりたそうにしてただろ。ほら今だって。うわ、手が勝手にカードシャッフルの動きを。でも黒野、ヴァンガードできるのか。俺はできないけど、ファイターならここにいるだろ。なあマコちゃん。え、そっか、マコは地域の大会で最年少記録を出したベテランのファイターだもんな。ああ強いはずさ、本物ならな。もちろんできるわ。じゃあ行くぞ、スタンドアップヴァンガード。はい。何やってんだ。え、だってスタンドアップって英語で立てって意味でしょ。おい、マコじゃないな、誰だ。え、何言ってるのゼロお兄ちゃん、私マコだよ。スカイライドバージルア。スタンドアップってのはファイトを始める時の掛け声だ。ファイターのマコがそれを知らないわけないんだよ。
こんな形でバレるなんて。まさか二人とも偽物なんてな。作戦通り、ゼロならヴァンガードを知らないマコちゃんを見て察してくれるって思ったんだ。きっとまた俺の知らないとこで頑張ってたんだろ。サンキューな、クロノ。気にしないでくれ。それより、あとは俺に、俺たちに任せろ。今度は追い払うだけじゃ済まさないぞ。くらえ、スターダストブレード。ギリギリ。その後、無事に本物のマコさんを発見。まさか離れた場所に寝かされてるだけとは思わなかった。俺たちを始末するまで食うのを保留してたんだろうな。でも念のため病院で検査してもらわないと。ねえゼロお兄ちゃん、早くヴァンガードしたいよ。もう分かった分かった、でも検査が先だ。いや、今回もなんとかなったな。さあ早く戻りましょう、日が落ちて真っ暗になる前に。というかクロノ、ヴァンガード俺が教えてやるから始めろ。こうして今回もゼロさんと共に任務はクリアだ。ご視聴ありがとうございました。とりあえずリトライしてもう一回見よっと。チャンネル登録とコメントもぜひ。